はい、どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。クソデッキ製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ、本日なんですが、激ヤバクソコンボを皆さんにお披露目したいと思っておりまして、今回やっていくのはですね、エクソシスター、あの新規で追加されたマルファちゃんがあのめっちゃ強いんで、これ使っていくんですけども、今日やっていくのは、このモンスターを着地させる、劇的にクソコンボです。はい、DDD 創業王カリウガさん、これ知ってる方も多いかなと思うんですが、非常に出しにくいレベル 8DD モンスター ×2 という召喚条件になってまして、このカードがエクシー召喚に成功したターン、このカード以外のフィールドのカードの効果発動できず無効化されるというガチでヤバい効果があります。この一番の効果、チェーン乗らないんですよね。召喚に成功したらなんかその適用される、なんかあの永続効果的な雰囲気のあの効果なので、なんか無効にされない、基本的にエクシー召喚が無効にされなければ無効化されないという、なんかあまりにもヤバい効果があります。で、一旦に一度このカードの、素材とのノクとフィードの魔法トラップカードを全部突破するっていう大嵐みたいな効果を相手に発動することができて、ガチでヤバいっていうことが言えるんですけども、これまあ要は、まあ、相手のターンに出すことができればまあ無敵と。もう相手何にも効果使いませんからね、基本的には。あ、フィードのカードの効果全部無効化されるから。で、このカードのを出す方法としては、まあ、結構ランクアップマジックとかで出している人多いかなと思うんですが、なんとね、エクシーズ、デッキテーマ、エクソシスターっていう最強のテーマありまして、これがですね、なんとね、カリーが出せるんですね。このコンボ紹介していくんですけども、マニフィカさんっていうモンスターの効果が、この3番の効果ですね。相手が効果を発動したとき、こいつが素材としている自分のエクシーズモンスター1体をエクス先に戻しながら、そいつを出せるって書いてあるんですよ、エクシー召喚扱いで。で、これ何でもいいんですよ、出すの。素材になってれば。だから、マジで何でも出せるんですね。マニフィカの素材に何か、出したいモンスターを入れてあげれば、マジで何でも出せるんですけど、このマニフィカちゃんの効果で出すのをこれに したいんです。で、これを素材に入れる必要があるんで、マニフィカの下に。なので、今回はゼアルフィールドっていう、フィールド魔法と、あとテラフォーミングと、アストラルホープ。これをガン詰めしまして、とりあえずこれをサーチして、で、これ発動した上でマニフィカの下にこれ入れるっていう、まあ、こういうクソフコンボですね。はい。早速このマニフィカからの下流が最強デッキ、やっていきましょう。ゴミ、デュエル3枚。おー、来ましたね。対話拒否。ある程度対話拒否カード来ましたな。一応どうしよっかな。あ、何もなさそう。増殖する G とかないかもね。増殖する G がありそうだったら一応うららら持ってくんだけど、なさそうなんで、なさそうなのであれば、カリウガルートに移行できるので、ちょっとごめんね。じゃあ、ガキモンスターステラとかでいいかな。超関係さかないから、ソフィアでいいか。でですね、ですね、これとりあえずマルファーを、特殊召喚します。で、はい。はい。で、エクシーズします。これ召喚した方がいいのかな、先に。いや、でも相手誘惑なさそうだ、あんま。なんも。何も引かんねえ。何一つ引かんねえ。多分何もねえわ。何もないんだったらもうちょっと自由に動かしまうわ。カスピテルはいい家でしょ。で、カスピテル効果発動。オーバーレイユニットを一つ使って、デッキから、ステラおばさんでいいね。ステラおばさん持ってきて、で、おばさん召喚。で、効果発動。てか、だからエクソシスターモンスターを特殊召喚できるぞ。これで、ソフィアちゃん特殊召喚。で、1枚取ろう。ほい。ひゅい。あー、エリスちゃんねー。かぶっちゃったねー。で、ミカエリス特殊召喚。はい。さあ、ミカエリス、カスピテルが揃ってしまいましたな。ここで、ミカエリスの効果を発動。エクソシスターマジックトラップカード1枚を手札に加えることができる。取り除くのは頼み。これで、取り除いて、これパークスですね。これ次のターンのマルファを持ってくればいいんじゃないか説。で、パークス。これなんでかっていうと、相手のターンになったら、カリウガ君出そうと思ってるんですよ。はい。なんでね、次の初動持ってきた方がいいんじゃないか説はありますね。で、ゼアルフィールド発動。急に意味不明なフィールド発動。そして、ミカエリスとカスピテル2体のモンスターを使ってオーバーレネットが再構築。エクシーズ召喚現れろ。エクソシスターズマニフィカのエクシーズ召喚成功時、ゼアフィールドの効果とエクシーズモンスターの下にエクストラデッキからモンスターを重ねてエクシーズ召喚にできる。これによって
ディディディ創業王カリウガをエクシスタに入れていくぜ。これで俺は楽しろだ。さあかかってこい。弱そうじゃん、この手が弱そうじゃん、正直。まあマニフィカ一体立ってるだけだから、見てろよ、マジで見てろ。これが遊戯王だっていうことを思い知らしちゃう。おっと、召喚魔術エクソシスターズマニフィカのモンスター効果を発動。モンスター効果によりエクシーズ素材になっているモンスターをエクストラデッキに戻し、そのまま出すことができる、そのモンスターを。ちなみにこの効果エクソシスターじゃなくても出せます。というわけでさっき入れた、カリウガ君をデッキに戻しまして、カリウガを出します。過去エクシーズ召喚扱い。このモンスターはエクシーズ召喚に成功したターン、表側のカードの効果は全て発動できず無効化される。バリ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 ドカーン。ちなみにこれまあこれから発動されるカード全てが無効化されます。エクシー召喚にしたターン、このカード以外のフィルトのカード全て無効化されるという地獄のような効果を持っています。はい、これが圧倒的対魔教員オンさん。うおっ。エリス引いてもうた、何してた。いや、お前はデッキで眠ってろ。何、もうやる気出してんじゃない。マルファ召喚からのエリス特殊召喚、やばい、ちょっと召喚権をマルファに下がらないといけないの、結構きついな。ワンキン取れるか。いや、これ取れるな。ミカエリスでパークス持ってくれんだろ。ソフィアいるよね。ステラもいる、ソフィアもいる。ステラってさ、あ、エリスでもいいんだよ、オッケー。ちなみにさっきのカリウガ君、魔法トラップカード全部パっていう効果持ってるんで、マジで何もさせないんですよ。セットカードでトラップカードなんかしようとかできないんで、吹き飛ばすんでね。後ろ吹き飛ばすこともできるんですよ。フリーチェーンで、やばいでしょ。で、オーバーレイト1個使って、で、パークス持ってきて、パークスでステラ持ってきたらステラ特殊ができるからエリスが出るわ。で、パークス発動。パークスの効果によってデッキからもう一回ステラおばさんを持ってきて、そしてステラおばさんを特殊召喚し、そしてステラの効果を発動。こいつの効果によりエリスを特殊召喚、そして2体のモンスターでオーバーレイネットワークを構築、エクシーズ召喚、現れろエクソシスターズアソフィール。おお、ちなみにこのモンスターは、バウンス効果を持っているので、ちょっとモンスターなんか除外とかするとなんかもしかしたら効果発動されたりするかもしれないんで、手札にバウンスしようと思ってます。ちょっと一旦それお帰り願うわ。手札に戻させてもろて。で、カリーガ君打点が高すぎてこれでワンキルライン届いてるんですね。打点が高すぎまして。はい。彼3500バグってます、これ。打点高すぎ。対戦ありがとうございました。これが遊戯王、これが遊戯王マスターデュエルだ。あー、なるほど。まあ一応全部通ればいけるっすね、これ。エクソシスターパークスを発動。これちなみにマルファの効果使っちゃうとね、特殊化できないんですよね。アストラルホープ君がなんで、エクソシスターモンスターしか特殊召喚できないよっていう制約かかっちゃうからね。だからね、通常召喚しないといけないんですけど、エクソシスター結構特殊召喚しやすいので、なんかあるな。オッケー。これ、うららで。はい。増殖する G に関しては、ゴキブリが大好きな幼女を、ぶん投げまして、幼女に食べてもらう。で、新エースうざい。この、うららの新エースめっちゃうざくない。このうららの新エースマジでいらなかったと思うわ。クソうぜえ、普通に。で、カスピテルでしかないですね。これはカスピテル持ってこないと意味がないやつ。で、ここで無限法よって言われたら、ほんと泡吹いて倒れるんだけど、カスピテル効果発動。カスピテル効果によってオーバーレイト一つ使い。あ、通る、オッケー。よしよしよし、もうなんもねえな。じゃあエリスと、持ってきて、で、エリスは特殊召喚できるんですね。これエクソシスターがいると。これエリスちゃんの効果全員につけてくんねえから。エクソシスターモンスターので、これゼラフィールドあるんで、いや、それほぼ効果つかなくてもいいという話ですね。まあ、使っといた方が一応圧縮になるけど。で、2体でミカエリス、
ミカエリスで、ミカエリス効果オーバーレイユニットを1個使う。はい、ちなみにこの時に先行でこの動き通んなかったら大体やることあんまなくなるんですけど、まあ通ってしまえばね、通ってしまえば対話拒否、まあ実質相手ターンスキップみたいなもんなんで実質ターンスキップで、エクシーズモンスター2体を使ってオーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚現れろ。エクソシタールピーンマニフェイカバゴンで、ゼアルフィールドがびっくりしたーって言って、びっくりしたーって言いながらエクシーズ召喚、エクシーズモンスターの素材を供給する。はい、バディさん一応セットしよっか、セットでエンド。まあ最悪ね、マニフィカーの効果にガンマとか言われることあるんで、はい、テレジアちゃん、ああなるほど、テレジアちゃんの効果、とりあえずエクソシスターズマニフィカのモンスター効果を発動。オーバーレイユニットを1個デッキに戻しながら、いいです、1個戻しながら、はい、で戻したモンスターを出せる、特殊化しましょう。うおインチクエクシーズ、あらあらろ、 DDD 創業を借りるか、君ちょっと黙ってくれる、はい、ありがとう。ちなみにこのダイノルフィア君結構セットカード多めに、あーセットしちゃう、カリウガ君の効果知らない、あカリウガ君の効果知らない、ご存じない、あそう大嵐。はい、ドルルルルル、強すぎて草、小悪魔とか入ってんだ、へえ。ちょっとワンキル取れんかったの痛えけど、まあ言うて小悪魔だったら後ろ全部吹き飛ばせばいいから、はい、ターン終了で狩りゆか君の効果で。そうね、トラップデッキだもんね、トラップカードを発動すると、チェーンされちゃうので、はい。このモンスター強すぎる。なんだかんだマニフィカの効果通れば意外とまくってはいけるんで、カリウガに頼んなくても戦えるっていうのがこのデッキのいいところだっていうことをね、ちょっと一応見せていきたいと思ってます。はい、サンダーバーディングベージー、やべ、未開キャン国家やんけ、やばいことしてんな、ビッグフット、あもうやべやべ、ババ抜き失敗しろ、失敗失敗、ババ抜き失敗、ババ抜き成功してる、強い、相手のババ抜き強い、ちょっとこれはやばい、増殖する G 逆に持ってなくてよかったぞ、俺できなくなるから。できなくなるんですよね、あのデッキに対して増殖通知打っちゃいけないって言われてるから。ゴキーポールとか入ってんだ、あかんモンスターですやん、これ何、これ最終場面どうなんの、これアポローサとかインスタントフュージョン、なんだこの、何が出てくるんだこれ、なにこれ、時の魔導士、これなんかコイントスだよね、融合召喚されている場合にコイントス1回行って裏表当てて、当たった場合は全部破壊してダメージ、外した場合は自分がダメージ、いやこれじゃあ外せばいいんでしょ、これマジでやばい、これ待って、攻撃力いくつ合計、じゃあ外れろ、表あれいったいった